ずれてる。皆さんこんにちは、かっちゃんです。ぴゃん。ということで、今日は久しぶりのパン作りということで、今日は秋に美味しくてすごいね、個人的に大好きなレンコンを使いながら、何度かフライパンでパン作りをしたことあるんですけど、結構ね好評いただいてたので、今日はフライパンで作るチーズツナマヨレンコンパンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。強力粉 200g をフライパンに加え、片方にくぼみを作り、くぼみの反対に塩 4g、 くぼみに砂糖 10g、 ドライイースト 3g、 ひと煮程度に温めたぬるま湯 140g をドライイーストにかけて加え、菜箸などを使い混ぜていきます。ある程度混ぜたら材料をまとめこねていきます。材料がまとまってきたら、バターを加え、バターを練り込みながらこねていきます。はい、では今10分ほどこねて、伸ばした時に膜が張る程度まで生地をこねたので、丸めて閉じ目を下にしてフライパンに加え、蓋をして温かい場所で1時間一時発酵していきます。はい、では生地を発酵している間に具材を準備していきます。レンコンの皮を剥き、8枚 5mm 幅程度の厚さに薄切りし、残りのレンコンを縦方向に6等分し、 2mm 幅程度に薄切りしたら、5分ほど酢水にさらしておきます。レンコンをさらしたら、水でさっと洗い流し、ラップをして 600W の電子レンジで4分30秒加熱し、レンコンに火が通ったら、形を残したレンコンはキッチンペーパーで水気を取っておきます。細かく刻んだレンコンは水気をしっかりと切り、油を切ったツナ缶1缶、マヨネーズ大さじ2、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、練りからし少々加え混ぜておきます。はい、では今一時発酵を終えて、生地が2倍程度に膨らんだので、生地を取り出しガス抜きをして8等分し、丸めて上からフライパンをかぶせたら10分休ませ、生地を10分休ませたら13センチ程度の円形に伸ばし、作っておいた具材を中心に乗せて、まず生地と生地の両端をくっつけていきます。次に反対側の両端をくっつけていきます。そしたら残りくっついてない部分の対面をくっつけていきます。ここら辺のね、残りの辺もしっかりくっつけて丸く成形していきます。閉じ目をしっかりとくっつけて丸く成形したら、クッキングシートを敷いたフライパンに並べていきます。生地をフライパンに並べたら、蓋をして弱火で20秒加熱していきます。20秒加熱したら火を消して、20分から30分二次発酵していきます。では今二次発酵を終えて、生地が一回り大きくなったので、蓋をして弱火で10分加熱していきます。では弱火で10分焼いたら、やけどに気をつけながらこのまま持ち上げて、パン生地を取り出したら、1枚を4等分したスライスチーズと、振り分けておいたレンコンにこのように片栗粉をまぶしておいたので、チーズとレンコンを上に乗せていきます。
ースはお好みでいいので、もしねいらない場合は少しくっつきやすいように霧吹きで水をかけてからレンコンを乗せてあげてください。チーズとレンコンを乗せたら、上からフライパンをかぶせたら、パン生地をフライパンに戻して軽くヘラで押さえつけていきます。はい、では軽く押さえつけたら蓋をして、弱火で8分加熱していきます。ではプラス8分加熱したら、最後焦げないように気をつけながら強火で少しこの底のねチーズに焦げ目をつけていきます。はい、ではこんがり焼き色がついて、こういう感じでスルスル滑るようになったら OK なので、上にお皿を乗せて、ずれてる、チーズがカリッと焼き上がったら完成です。こんな感じに焼き上がりました。はい、ではこんな感じでフライパンで作るチーズツナマヨレンコンパンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。早速食べるマヌですか。マヌちゃん、マヌちゃん食べたいの？食べたいの？あげれない。マヌちゃん、はいはい、遊んであげるで。はいよ、もうちょっとしたら遊んであるでね。レンコンパンが食べたい。マメちゃんご飯だね、よかったね。必死や。はい、では今回は秋に美味しいレンコンを使いながらフライパンでチーズツナマヨレンコンパンを作ってみました。それでは本日はバリスタで乾杯。ほっ、キャフィー。じゃあ早速いただきましょう。なんかねちょっと寒くなってきて、本当ホットコーヒーが美味しくて、パンとかもねすごくコーヒーに合うので美味しくなってくると思うんですけど、今回もフライパンで簡単に作れるような感じで、かつね大好きなレンコンをたっぷり使って作ってみました。ちぎりパンっぽくこうちぎりながらね食べる感じですね。いただきます。うん、シャッキリーノ。うん、秋に美味しいレンコンのシャキシャキっとした食感とふわっとした食感のパンがすごく美味しいレシピで、中のレンコンは食べやすい大きさに切って、ちょっとマヨネーズ醤油の和風の味にしながら、からしでほんのりピリッとした味をつけることによって、でアクセントの効いたすごくね美味しい具材に仕上がってます。でこうちょっと包む時にレンコンの角とかが当たって生地が破れないように気をつけながら、包む点だけ注意しながら作ってみてください。パン生地もテフロン効いているフライパンだったらもうフライパンの中で作っちゃって、洗い物も少なく調理して焼く工程もしっかりふわっと美味しくフライパンで焼くことができます。片面焼いたらチーズとレンコンを乗せて裏返して焼き上げることによって、生地はふわふわなんですけど、このチーズの部分はすごくカリッとなってて、レンコンには片栗粉をまぶしているので、外側はカリッカリで中はシャキッとした感じの食感になってます。ちょっとこう混ぜるときにあんまりねこうフライパンに箸当たりすると傷むといけないので、その点だけ注意しながら生地を混ぜてみてください。一人でちぎる。うん、レンコンもほんとね電子レンジで加熱するだけでほんとちょうどいいくらいシャキシャキ感残って、具材もレンジで作れますし、今回の糖分で結構一個一個小ぶりのサイズになっているので、お友達がね来る時なんかにもこうみんなでちぎりながら食べても楽しく美味しく食べられると思います。まあ久しぶりにパン作りしたんですけど、なんか前もパニーニフライパンで作ってすごい美味しくって、あと結構ねフライパンで作るパン意外にね美味しく作れるので、オーブンない方でも結構ね手軽に美味しく作れると思います。うん、
はい、ということで今日はフライパンで作るチーズツナマヨレンコンパンを作ってみた動画でした。オーブンがなくてもフライパンですごく簡単に作れるパンで、レンコンはシャキッとした食感で、パン生地はふわっと、外側のチーズと外側のレンコンはカリッとした感じがすごく美味しいレシピだと思います。私個人的にほんとすごいレンコン好きなので、このシャキシャキ感がね、ほんと秋にすごく美味しいレシピだと思いますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ、レンコン、シャキシャキ、シャキシャキっていいね。